照子青い風呂敷包み江川初子がカフェドラゴンからアパートへ帰ったのはかれこれ朝の5時頃であった彼女はハンドバッグから部屋の合鍵を出しドアを開けると冷たい朝風がさっと顔をなでた おやと思ってみると往来に面した窓が開け放しになっている確かに閉めて出たつもりだったのにと思いながら室内を見回したが別に変わったこともない初子は窓を閉めついでにブラインドを下ろしこれからぐっすり一寝入りしようと戸棚に手をかけたがなかなか開かない何か使えてでもいるのだろうと ぐっと力を入れて引いた表紙にドシ重そうな音がして大きな荷物が赤い家グと一緒に転がり出た彼女はハッと身を引いた見るとそれは唐草模様を染め出した青い大きな風呂敷包みであった誰がこんなものを戸棚の中に入れたのだろう 初子は好奇心の目を輝かせて風呂敷の上からそっと触ってみたがわからない布団にしては少し手触りがかたい破れ目から中をのぞいてみようと右目を押し当てるや「はあ、とたまげるような悲鳴を上げ廊下へ飛び出してパタパタと駆け出したかと思うと気を失って倒れた。 そのただならぬ物音に方々のドアが一時に開き寝巻き姿の男女がどやどやと出てきて彼女のぐるりを取り巻いた管理人が駆けつけた時には初子はもう正気に帰っていたが恐ろしそうに自分の部屋の方を指さしたまま唇をわなわなと震わせ容易に物が言えなかった「どうしたんです?と」と管理人は 初子というよりはむしろ周囲の人々に説明を求めるように言ったそこへ仲良しのダンサーが消し粒のように小さい眼薬を手のひらにのせ片手にコップを持ってきて「はっちゃんしっかりおしいよさあこのろく丸を飲んで気を静めてどんなことがあったんだかみんなに話してちょうだい」と言ってコップを唇にあてがってやった 厚子はごくりと喉を鳴らして水を飲んだ。聞った、はっきりした？彼女は頭ってうなずいた。しばらくすると大きなため息をついて、あ、怖かった。と吐き出すようにつぶやいた。どうしたのさ、何がそんなに怖かったのよ。厚子はダンサーの手につかまってふらふらと立ち上がりながら。 しわがれた声で言ったあの風呂敷の中に変なものが入っているんですよ早く開けてみてください管理人を先に立てて一同は彼女の部屋へ入ったなるほど青い風呂敷包みは部屋の真ん中に放り出されてある江川さんの荷物じゃないですか 初子は激しく首を振って私の名もんですか私のいない留守の間に誰かが戸棚の中にしまったんです早くどなたかちょいと中を覗いてごらんなさい言われるままに管理人が真っ先に破れ目に目を当てたがおお東京天使。とし人間が人間が入っている いやこれは大変だその声に若い女連は逃げ出した怖いもの見たさで居残った者は代わる代わる風呂敷の中を覗いては顔色を変えた頭はあるな顔が見えないな男か女か断髪だうん素敵な美人らしいぞ 開けてみようじゃないか。荷物を囲んでガヤガヤ騒いでいるところへ278の青年が入ってきて一度を制し「ダメだめだだめだ触っちゃいけない警官が来るまで手をつけちゃいけないんだから」と言った見るとそれは試縮人の一人で私立探偵として評判のいい山本圭一という初子のパトロンであった 彼は旅行先かから今帰ったばかり。玄関を上がるとこの騒ぎだ誰か早く交番へ行って訴えてきてくれませんかパジャマを着た一人の学生は交番へ宙を飛んだ急報に接して警視庁からは係長が若手の敏腕家杉村刑事をつけてはせつけそこにいた山本圭一に事の顛末を聞いたから杉村を顧みて 君、風呂敷をあげてくれたまえと言った青い風呂敷包みは四隅をまとめそれを一本の強い痩縄で厳重にくくってあった杉村は最初ナイフでその縄を切ろうとしたが丹念に結び目を調べながら10分間もかかってやっと解いた中からは血だらけの男が現れた手足を縮め。 うつ伏せに丸くなっている体を引き起こしてみると担当がぐざと胸に突き刺してあった折り曲げた左手に桃色のリボンをしっかりと握りそれをまるで抱きしめてでもいるように胸に押し当てているリボンは一尺余りの種筋であった杉村は頭を山本は足を2人で持ち上げ死体を赤い友禅の布団の上に横たえた それはいかにも醜い顔の二十五六の男であったあっゴリラ小さい叫び声とともにハツコはよろよろと倒れかかり管理人の腕にしがみついた人々の目は彼女に集まったこのの？男、君知ってるのと管理人が聞いたハツコは真っ青になり 恐ろしそうに表手を背けながら震え声で答えた知ってますともこの男はゴリラのニックネームで通っているツバメタクシーの運転手で吉川さんって人ですわ。ツバメタクシーの主人は直ちに召喚された彼は一目見ると確かに吉川であると承認した致命傷は無論心臓を刺したこのひときであり 死後数時間を経過したものであると警察医は言った死体は解剖に伏すことになり初子は容疑者としてその場から本庁へ連行されたその後ろ姿を見送っている山本の顔には不安の色があった彼はあくまでも事件を調査し彼女の嫌疑を晴らさなくてはならないと心に誓ったのだった 女優江川百合子初子は厳しい尋問を受けたが吉川運転手殺害については何らの関係もないと言い張った彼女は興奮して「そんなに疑るんなら山本さんに聞いてください」「あの方は本当の私という人間を知っています」「私はそんな悪いことのできるような大胆な女ではありません」 と悔しそうに言った杉村は少し言葉を和らげたどうして吉川を知ってるんだ彼女はちょっと躊躇した後妹がほんのちょいとの間あの人と同棲していたことがあるんですそれも無理やりに強制的に同棲させられたんですがご亭主だったのかああいやだ ご主じゃありません。君の妹は何をしているんだやはり女給さんかね敦子は少し得意らしく言った女優ですわ女優なんたらだ江川百合子それを聞いてから杉村は初めて彼女の顔をよく見たなるほどどこか江川百合子に似ている。 妹も美しいがカフェドラゴンのナンバーワンだけあって姉の初子も非常な美人だ吉川と百合子とはどこで知り合ったんだ私と一緒に横浜で女給をしていた時です吉川さんは妹を大変平気にしてくれましたその頃あの人はまだ学生さんでしたがいろんな嘘をついてはお父さんからお金をせびり取り そのお金を湯水のように使って妹の関心を買っていましたがとうとうそれがお父さんに知れ学習を断たれてしまいました吉川さんはすっかり悲観してしばらく姿を見せませんでしたがやがて学校も辞めてしまい運転手になったと言ってまた来始めましたすると二人は恋仲だったんだなご冗談でしょうまさか あんな人妹が救くわけないじゃありませんかしかし同棲までしていたんだからねそりゃあよんどころない事情があったからほんの申し訳ばかりに一緒の家で暮らしていたというだけのことですわどういう事情百合子は相当キリオに自信があったもんですから女優になりたいと口癖のように言っていたんですよすると吉川さんがそれを聞いて いくら美人でも立派な人の紹介がなくては女優にはなれない仮に慣れたところで一生下積みでスターなんかになれっこないんだそこへ行くと紹介人のいい人はどんどん出世する幸い自分のおじさんに映画会社の重役があるから頼んでやろうと言うんですその代わり「女優にしてやったら僕と結婚するんだよ」と冗談のように言ったんです 女優になりたいということしか考えていない妹は深い考えもなくうかうかと約束してしまいました。ですが私の口から言うとおかしいけれど百合子は本当に美しい顔をしていますし姿もいいから吉川さんに頼まなくったって十分採用される価値はあると思うんですわ。それなのに吉川さんたら僕が女優にしてやったんだと恩にかぶせて ついつい無理やりに約束を履行させちゃったんですの妹はもともとあの人を嫌っていたのでほんの23日で逃げ出しちゃって隠れていましたところが最近いいパトロンができたんですのそれをまあどうして嗅ぎつけたか吉川さんが知って憤慨し血眼になって探し回っているんですそれだけならまだいいけれどそのパトロンのところへ手紙を出して 由里子は吉川という立派な夫があるんだなどと脅迫めいたことを言ってやったんですってパトロンは由里子にご亭主のあることを知らなかったのか無論知りませんでしたわ一生懸命に隠していたんですものだってあんないいパトロンを逃しちゃつまりませんから第一家柄は立派だし金離れはいいしまたとない結構な人なんです そ世間では不良なんて悪口言う人もありますが百合子に夢中になっていて親類中の反対を押し切って正式に結婚しようとまで話が進んでいるところへそんなぶち壊しの手紙なんか出されたんで困っているんですの決して立腹しないから真実のところを打ち明けてくれとパトロンはしきりに妹を責めるのでやむなく吉川さんとの関係を白状してしまったそうですわ 半信半疑のうちは良かったが、事実であると分かってみると、やはり気持ちが良くないのでしょう。さっぱりした人だったのに、急に気難しくなり、大変に怒りっぽくなって、百合子が外出から帰れば、吉川に会いに行っていたんだろうと誤解するし、お客が来たといえば、吉川かという風うに、邪水を回しては怒るんです。それで今、 二人の間もごたごたしていますの吉川さんは吉川さんでパトロンのできたのを怒って昨夜も私のところへ文句をつけに来ましたと言ってはっとしたように口をつぐんだ杉村はそれを聞き逃さず畳みかけるように質問した君のところへ昨夜何時頃だ初子は うっかり口を滑らせて余計なことをしゃべってしまったと後悔したが仕方なく10時頃だったと思いますゆりちゃんとの仲を割いたのは,はっちゃんお前だねって恨めしそうな顔をするんですのよそれでなくてさえあの人の顔気味が悪いのに私ゾッとしてお店の方へ逃げていきましたそしたら吉川さん プンプン怒って帰ったそうですのよそれから吉川がまた引き返してきたんだろういいえそれっきりお店へは来ませんでしたじゃあアパートへやってきたのかいいえそんなことはありません私は昨夜お店にいて夜を明かし今朝アパートへ帰ってきたんですから杉村は少々考えていたが パトロンの名はと聞いた川口譲さん川口譲るうんあの有名な川口博士の息子かええそうですわお父さんは昨年お亡くなりになりましたが大変なお金持ちでゆずるさんはそこの一人息子ですわ商船学校を今年卒業し就職口も決まりかけているんですの 柔道余談の強い人のようでもなく、可愛い顔をしていて、とてもモダンですわ。スマートななりで、立派な自家用を自分で運転して、時々ドラゴンへ来るんです。女給さんたちはみんな大騒ぎします。ゆり子を羨ましがらない人はありません。その幸福も、吉川さんのためにめちゃめちゃにされてしまうのかと思うと、ゆり子が可哀想でなりません。 あんな人につきまとわれちゃおしまいですからね。とても執念深くって。そこへ一人の刑事が入ってきて。江川由里子は昨夕姉のところへ行くと言って出たぎり、まだ帰ってこないそうです。心当たりのところを聞いて探してみましたが、どこにもいないんです。と言った。杉村は川口ゆずるを召喚した。が彼は意外にも病気で。 築地のある病院へ入院しているので出頭できかねるという答えであった病院へ問い合わせると急性盲腸炎で今朝手術したばかりだから面会謝絶だという彼は病院にいてしかも絶対安静を必要とする病気であるとすればこの事件に関係あるものとは考えられないと杉村は思った 捨てられた守備人初子の尋問が終わったところへ彼はまた一つ訴えを聞いた丸の内のある大きなビルディングの北側に乗り捨てられた1台の自動車があったそこには某銀行の出入り口がある掃除をしていた小遣いの一人が何気なく車内を覗いてみると驚いた。 シートの上に青い顔をして仰向けに倒れている女がある細い顎には純白のマフラーを巻きつけられ赤い絹糸のような一筋の血が唇から流れ出してゴムマットやシートを赤く染めている彼は慌てて交番へ駆け込んで訴えた取り調べの結果死んでいるのは近頃売り出しの映画女優 江川百合子であることが判明した何者かが死体をここまで運んできて自動車ごと捨て去ったものと思われるが運転手の姿が見えないところからあるいは彼らの仕業ではないかと疑われた間もなく自動車番号によって所有者燕タクシーの主人が召喚されたその車は昨夕交代時間に吉川が運転してガレージを出たものである と彼は言った。1日に2つの殺人事件が続発したのに捜査課では狼狽し全機関を総動員して犯人逮捕に努力したが初子以外には一人の容疑者も上がらなかった杉村はイライラしながら本町へ帰ってくると山本圭一が彼を待っていて「今カフェドラゴンの美佐子という女給に会ったら昨夜10時頃吉川が」 ドラゴンの前からユリコと一緒に自動車に乗ってどこかへ行くのを見たというんですが、二人とも死んでしまっているからわからないけれど、まさか初子が二人を殺したとは思われません。杉村さんは疑っていられるようですが、犯人が上がらないうちは、僕は誰にでも疑いの目を向けているよう。ミサコは何か知っているらしいんですが、僕には遠慮して話しません。 生地隠し立てされるとやりづらいんですがそれはきっと初子にとって不利なことなんでしょうしかし僕の主義としては徹底的に調べたいんです少しでも不審の点があればたとえ妻であっても容赦しませんが僕はまだ初子を信じていますから美佐子の証言から彼女の犯行だと決定しても必ず真犯人を挙げて その証言を覆してみせます。杉村は微笑して。じゃあ、ミサコを召喚してすぐ調べよう。そうおっしゃるだろうと思って連れてきました。会課に待たせてありますから、呼んできます。まもなく山本はミサコを連れてきた。21人くらいのおとなしそうに見える女だった。彼は彼女を残して部屋を抜いた。 君は昨夜ずっと初子と一緒にいたのかと杉村が聞いたええ、いましたわ明け方まで吉川と初子とはどんな関係だったんだゴリラとは別に何もなかったんでしょじゃあ川口とは川口さんは最初姉の初子さんに夢中だったんですの あの方利口者だからいい加減にあしらって絞っていたんですが私立探偵の山本さんっていうパトロンがあることが分かったもんだから川口さん怒って騙されたって一時大騒ぎをやっていましたがそのうちにどういうふうになったんだか妹のゆりちゃんと仲良くなったんです。んん初子さがが紹介したんですがね、 ゆりちゃんは姉さんのように手腕はないけれどおとなしいものだから川口さんすっかり気に入っちゃって初子さんのことは諦めたんですのところが最近ゆりちゃんに吉川さんって旦那様のあることが川口さんに知れまたごたごたしているんです川口はゆり子を責めるそうだが紹介者の初子には何も言わないのかね 言わないどころか大変ですわ。この間もお店へ来て酔っ払い、初子を乗しちまうんだって暴れたんですよ。あれは毒婦だ。悪党だって。初子はどうしていた隠れていましたわ。初子さんなかなか腕がすごいんですからね。またじきにうまく丸めっちまうでしょう。 吉川も怒っているって言うじゃないかええとても怒っていますわ昨夜も大喧嘩をして何大喧嘩をしたどこでお店でですわ君はその場にいたのかと杉村は乗り出して初めから詳しく話せどうして喧嘩になったのか よく考えて間違いのないように言うんだぞ美佐子はうつむいて少々考えていたがやがておもむろに口を切ったカフェドラゴン初子のはしゃいだ声がボックスをにぎわしていた美佐子はラウンドたちを連れて彼女のお客へ挨拶へ出た そこへ夢丸というラウンドの一人が長い袖をひらひらさせながらやってきて初子の耳に唇を寄せ何かささやいた彼女はたちまち眉を寄せ舌打ちをしながら激しく首を振った夢丸は心得て引き下がったが間もなくやってきて「ダメよお姉さんどうしても帰んないわだからちょっと来てちょうだいな」 と嘆願した。ツ子はカッとして「うっちゃっておきなよゴリラなんか構わないでおけば帰っちまうさ」と甲高い声で言い放ったひどいことを言うなよ僕は遠慮するとしよう客は不快な顔をして立ち上がるとみんなが止めるのも聞かないでさっさと表口の方へ行ったハ子はだいぶ酔っていたので 足元も危なかしく後を追いかけたがふと入り口のところに佇たずんでいる吉川を見ると「何だって商売の邪魔をするのさあんたなんかに用はないよ」といきなり突っかかったそっちにいなくったってこっちにあるんだしつこい男だわね用があるなら台所口へ回ってちょうだい表に立っていられちゃ縁起が悪くってしようがない みさこは見かねて。吉川を3階の衣装部屋へ案内して。初子さんを連れてきてあげるから、ここで待っていらっしゃい。と言ってマッチと灰皿を彼の前に置いてから初子のところへ戻り。早く会って帰ってしまった方がいいわよ。あまり怒らせるとかえって損だから。と注意して無理やりに彼女を衣装部屋へ送り込んだ。 一体どんな用があってこんな忙しい時間にやってくるのさ吉川は黙って青い顔をしていたが怖い異をして初子をぐっとにらみつけ百合子をどこへ隠した知らないわよそんなこと白状をしろ百合子はどこにいるんだ知らないもの白状もクソもあるもんか何 脅したって驚きはしないよ吉川さんがあまりうるさくつきまとうから百合子は嫌がって逃げちまったんでしょそうじゃない君が隠したんだ君がと込み上げる悔しさをじっと耐えながら目をちばしらせて僕たちの間を裂いたのは君なんだからと言って彼は唇を噛んだ 咲いじゃなくて、あんたが嫌われたんだよ。会うのが嫌だから隠れてんのさ。それがわからないのかしら。うぬぼれって恐ろしいもんだなあ吉川はいきなり立ち上がって灰皿を叩きつけた。おや危ない私を女だと思って舐めてるのかいさあ帰っておくれ。それだから女に嫌われるんだよ。おまけに。<laughs> 初子はことさらに彼の顔をしげしげと見上げて吹き出した吉川は歯ぎしりしながら怒鳴ったどうするか覚えていろ忘れるわよ彼女は吸いかけのバットをポンと彼の顔に投げつけ立ち上がって階段を降りようとすると吉川は追いすがって襟首をつかんだうるさいねえ。 どこまで嫌がられるようにできているんだろう帰ってくれって言ったらさっさと帰れお前さんなんかの来るところじゃないんだよこのコリラ根虫賞吉川は初子の方を殴った力を込めて立て続けにぶん殴った彼女は彼の胴中にむしゃぶりついて大げさな悲鳴を上げ人殺し人殺し と喚いたミサコは夢中になって大変だ誰か来たと叫んだバタバタと裏橋しを駆け上る足音がしたので吉川は彼女を突きのけ階段を飛ぶように駆け下りて表へ逃げ出したハツコは気狂いのようになって悔しがりミサちゃん早くゴリラを捕まえておくれよ と騒ぐので美佐子は吉川の後を追った往来へ出ると吉川はばったりと百合子に会った「ぐっ君!」と言って彼は夢中で走り寄った偶然のこの出会いを百合子は喜んだのか驚いたのか立ちつくんだまま少しも身動きはしなかったがやがて喉から絞り出すような声で しばらくでしたわね。と、にっこり笑った。その一言で彼は有頂天になった。どこへ行くのと咳込んで聞いた。ゆりこはもじもじしながら。姉さんのところへ、ちょいと、あの、休養ができて。と言いながら、 スクリーンを求めるようにミサコへアイズの目を向けた。とんだところで捕まってしまった。とミサコは心配してハツコを呼びに行こうと思ったが、この場を離れたらユリコがさぞ困るだろうと思い、シアンにやまってぼんやりしていると吉川が。みさちゃん、邪魔すると承知しないぞ。怖い目でじろりと睨んだ。 は縮みやがったゆりちゃん君に話したいことがあるんだちょっと一緒にそこまでつきあってくれじゃあちょいとお姉さんのところへ行ってきてそれからでいいでしょ行けない行けないこっちは急ぐんだから躊躇している彼女を引きずるようにして連れていったみさこは それを見ていながら引き止めることができなかった刑事さん私の知っているのはそれだけですそれぎり百合子は姉さんのところへ来なかったか来ませんでした初子さんは大変待っていましたけれど私は叱られるのが怖かったのでゆりちゃんが吉川さんに連れて行かれたことは黙っていましたの 死の直前に喧嘩したという不利な事実は彼女の心情を一層悪くした厳重追及したところ最初はあくまで知らぬと頑張っていたがついに隠しきれず吉川と争うたことおよび桃色のリボンは彼女のものであること等を自白した組みついた時紙に結んでいたリボンが吉川のカフスボタンに引っかかって取れたのだと言ったししかしなぜ彼は それを最後の瞬間まで手放さず握りしめていたのだろうそこに何か意味がありそうに思われるあるいは彼と初子との間にも秘密があったのではあるまいかそのため一層彼女が2人の中を厳しく言って引き裂こうとしたのかもしれない杉村の初子に対する疑問はいよいよ深くなった百合子を殺したのは誰だろう それもあるいはと考えた時ふと彼の頭にあることがひらめいた杉村は急に立ち上がると帽子を取ってそそくさと出ていった水平結び二時間後杉村は元気よく戻ってきた。 係長は彼の顔を見ると待ちかねたように聞くのだった。どうだね、君。何か手がかりがあったかいやっと謎が解けました。と彼はにっこりした。係長は目を見張って。何謎が解けた犯人が分かったというのかわかりました。ゆり子を殺したのは吉川です。 吉川を殺したのは彼自身。すなわち彼は他殺ではなく自殺です。死体を包んだのだけが初子の仕業かい,いえ、それも彼自身のやったことでした。しかし、自分を包んで外から縛るということができるかなできます。あれは水平結びですから。 少しその道に心得のあるものなら誰にだってできるたった今彼が水兵だったことが分かったのでこの謎がすっかり解けたわけなんです僕の想像を話しますから聞いてください吉川はドラゴンを出ると偶然百合子に会い彼女を無理やりに自動車に連れ込みしきりに復縁を迫ったが拒絶された色々言葉を尽くして頼んでみたがやはりダメ 手厳しくはねつけられたのにカッとなり嫉妬と怨恨とに燃えていた全身の血は一時に頭に上ったと思うと夢中で彼女に飛びかかり力を込めて細い首を締めつけましたハッと我に返った時には百合子はもうぐったりとなって彼の腕の中に倒れていたんですその死に顔をぼんやり見守りながら 今こそ彼女は完全に自分のものだと思うと、何とも知れぬ嬉しさに胸がいっぱいになるのでした。吉川はその場ですぐ後を追うつもりだった。が、こういう結果になるのもみんな初子が悪いからだ。憎いのは彼女だ。復讐してやる。それから死ぬことだ、と思った。 うぬぼれというのは恐ろしいあれほど嫌われていたのが分からなかったのだからな彼のためには幸いであるかもしれないがそこで彼は考え抜いた末彼女の部屋で自殺してそれを他殺らしく装い嫌疑をかけてやろうと思いつきそのために桃色のリボンまで握って死んだんですと言って杉村はリボンと浅縄と風呂敷とを持ってきて 水平結びをやってみますから見ていてください」と青い風呂敷を広げその真ん中に座って浅縄の一端にリボンを結びつけ風呂敷の四隅を集めて縄でくくりリボンを握ってすっぽりと中に入り中からグイグイとたぐった彼がリボンを引っ張るたびに浅縄はだんだんと締まってゆき最後に「オンと一つ力を入れたので縄は驚くほど強く締まった 同時にリボンはスルリと抜けて彼の手のひらの中に握られた入ることは入ったが出ることができない浅縄を立ってください係長はナイフで縄を立った杉村は乱れた髪を撫で上げながら吉川は風呂敷の中で心臓を突き自殺したのですしかし姉への復讐なら むしろ妹と上司したように見せた方がいいんじゃないかそれに好きな女を自動車の中に捨てて一人で初子の部屋へ行ったのも少し変じゃないかガソリンがなくなったからやむなくあそこへ置き去りにしたんでしょう。と言った時後ろのドアが開いて一人の刑事が係長へ解剖の報告をした。 吉川と百合子の胃中には同じものが残っていましたが消化の点から見て吉川が先に死んだものと分かりましたその一言で杉村の想像は根本から覆されてしまった刑事はまたご継ぎ、それからもう一つ重大な発見がありましたそれは吉川の甲虫から出た小さい肉塊です その肉塊には皮がいいていました。しかも指紋のある手の指先らしいということですと言った小指の先そこへ杉村の部下が慌ただしく入ってきた彼は川口の麻酔の冷めるのを待ち尋問するつもりで 部下を築地の病院へ詰め切らせておいたのだった杉村さん川口氏はまだ麻酔が冷めないんですこんこんと眠り続けていてすこぶる憂慮すべき容態だそうです委員たちは非常に心配しています家族の者も皆駆けつけて病室に詰め切っているんです杉村は驚いて椅子を離れ係長に会釈して「ちょっと行ってきます」 と言って部屋を出ようとすると出会い頭に山本圭一が顔を出して「川口氏はただいま息を引き取りました」「杉村さんこれでこの事件もやっと片づきましたね」と晴れ晴れした顔で2人の方を見て謎の鍵を掴んでいたのは川口氏でしたから。 係長と杉村は顔を見合わせたまま黙っていた山本は言葉を続けて「杉村さん川口さんは今朝未明に入院したのだそうですよ」えな何だって杉村はびっくりして聞き返した「病院に問い合わせた時確かに入院している」 今手術を終わったばかりだから面会謝絶であると答えたのでそれなり電話を断り何日に入院したかということは確かめなかったなんという失策だったのだろう川口氏はこの春も盲腸炎で入院したことがあるそうですその時再発したらすぐ手術してくれと院長に頼んであったのです だから突然飛び込んできても別に怪しみもせず、早速手術室に連れて行ったのでしょう。あいにく院長はまだ来ていなかったので、外科の若い医者が代理に手術を行ったのだそうです。院長と高川口博士とは非常に親しかったそうだからね。それくらいのわがままは許していたかもしれんな。と杉村が言った。わがままを通させるような親しい交際をしていたことが、 結局、一人息子の川口譲を殺してしまったんですよ君の言うことはよくわからんなもっとはっきりと言いたまえと係長がじれったそうに言った一口に言えば川口氏は盲腸炎だと偽って嘘の容体を言い医者を欺いて手術をさせたんです彼は病院へ駆けつける前にすでに多量のカルモチンを飲んでいた それをを知らずにに医者は手術のたた。めに麻酔剤をかけたそれだけだって危険なのに腹まで裂いたんだからたまりませんよつまり川口氏は病院を死に場所に選んで自殺したんですなぜ自殺したんだその理由は川口氏が院長へ残した遺書によって明白となりました 彼は死に場所に病院を使うことを非常にすまないと思った幼い頃から可愛がってくれた院長やその人の病院を傷つけることは実に忍びなかったが彼としては他に方法がなかったのでしょうそれで自分の秘密を院長へだけ打ち明けて謝罪したのです院長は川口氏の希望通り衣装を焼き捨てたいのだが 世間に知らないように警察の方々だけで秘密に葬ってくださるならばお見せしたいと言っています私は読みましたからざっとお話しいたしましょうと彼は手帳に控えておいた文字を見ながら言葉を続けるのだった川口は百合子と吉川とが過去に関係があったことを知ってから日々反問し続けていたのです 昨日もあまり憂鬱なのでドラゴンへでも遊びに行こうと思いその近くまで来ると向こうからむつまじそうに百合子と吉川がやってくるんですそこまでは美佐子という女給が申し立てていると杉村が言った両人は間が悪かったと見えしきりに一緒にドライブしようと誘ったが気が進まないので 僕がおごってやるから何か食べようじゃないかとレストランへ入り食事をしビールを飲んだ心中面白くない二人の男はやたらに飲んだのでかなり酔っ払っていたそこを出るとユリコがまた進めるのでついつい三人一緒に自動車に乗ったが運転台にいる吉川がやけにハンドルを切り車体は激しく動揺し危険だったので乱暴な真似はよせ そんな運転の仕方があるかと川口がのったのがきっかけとなり、二人は口論を始め、ついに恐ろしい格闘になりました。吉川は担当を抜いて向かってきたが、力の強い柔道四段の彼にはとてもかないません。たちまち担当はもぎ取られ、それで心臓を突き刺されたのです。吉川は苦し紛れに川口に噛みつき、 小指の先を食いちぎった。それは解剖した時、吉川の甲冑から出ました。確かに、それは川口の指先かね左の小指の腹です。川口は急性盲腸炎の苦しさに耐えかねて指まで噛み切ったと医者は言っていましたが、と言って話を元へ戻し、あまりにも恐ろしいその場の光景に、 ゆり子は気を失ってししままいました2二3 0分後ぽっかりと目を開いたがその時はもう吉川は死んでいたそれを見ると彼女は急にかわいそうになり死体に取りすがって泣き出しましたそれをじっと川口は見ていたやはり彼女は吉川を愛していたんだ 自分は騙されたと思うと悔しさが一時にこみ上げてきて目の先が真っ暗になり前後の考えもなく夢中で飛びかかってユリコの首を締めつけましたぐったりとなった彼女を彼の腕の中に見たが少しもかわいそうだとは思わなかった自分の心を裏切った女彼は憤りの目で美しい死に顔を眺め ゆり子も憎いが重ね重ね自分を欺いた初子は一層憎かった川口はハンドルを握って二つの死体を乗せた自動車を運転しながら夜の街をあてなくさまよいましたちょうどその時どこかの時計が午前二時を打ちましたすると三人がドラゴンの前で一緒になってから三時間ほど経ちますね 正確に言えば3時間と何十分だそうですと山本はうなずいてそれから川口は死体の始末をどうしたものだろうと考えましたそのうちにふと頭に浮かんだのは吉川を初子の部屋に持ち込んで彼女が殺したように見せかけることでした「いっときにせよ嫌疑がかかるのは痛快だ」 彼女への復讐にはまたとないいい思いつきだ。面白い。さぞ迷惑するだろうと思うととても愉快でした。そこで自動車をアパートへ乗り付け、力の強い彼は吉川を引っかついで彼女が閉め忘れて出た窓から入りました。彼はまた考えた。自分への疑いを避けるためには他殺より自殺の方がいいと思い、 風呂敷に包んで、吉川も知っているはずですから水平結びにしました。桃色のリボンは水平結びに用いたようにわざと握らせておいたんです。さて今度はゆり子の死体です。どこへ送りつけようかと運転しているうちにガソリンがなくなり、やむなく丸の内で自動車ごと捨てたのでした。彼も人間二人を殺害したのですから、生きている気持ちはありませんでした。 しかし、なまなか自殺をして、仮名を汚すようなことがあっては申し訳ない。彼は考え抜いた挙句、一つの明暗。少なくとも彼自身はそれを明暗だと思ったのですが、思いつきました。それは、千盲腸炎になって、手術をして、命を取ってもらうことでした。そこで、あらかじめ多量のカルモチンを飲んで入院しました。 よもやカルモチンを飲んできたとは思いませんから医者はその上に麻酔剤をかけて手術にかかった川口のこの考えは見事に成功しました彼は眠り続けたまま息を引き取ったのですこれだけ考えてやったのにただ一つ大切なことを忘れていましたそれは死者の甲中に残した 小指の先でした。